こんばんは。こんばんは。はい、フィットネスコーチの野村です。フィットネスコーチの杉田です。はい、ちょっと杉田コーチ緊張しているようですが、はい、今日は、いつも長谷川コーチとね対決してるんですが、今回は杉田コーチとね、対決させていただきたいと思います。で、杉田コーチすごくソフトテニスうまいんで、特にサーブがねとても強烈なんで、ちょっと頑張ってね返せるようにねいきたいと思います。で、今日の対決の方法なんですけど、はい、2ゲーム先取になりますので、2ゲーム先に取った方が勝ちということで、1-1になった場合は、先にサーブ取った方の人がサーブという形で、いきたいなと思います。はい、では、トスをねさせていただきたいと思います。回しますか、はい、じゃあ表でお願いします。表で、はい、表です。はい、じゃあサーブでいきたいと思います。杉田コーチのサーブ怖いんでね、先にサーブ出していただきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。お願いします。すごいね、これ。とにかくサービスでないと。あのボーラーで練習してないんですよ。まずは。すごいプレーですね、今のは。抜けたかと思ったけどね。抜けてはいましたけど、ビビって。対応してきてるね。おー、対応してきてますね。対応してきてる。うまい。すごい変化だな。対応力がすごいですね。対応力すごいですね。最後はカットですかね。最後はカットショットです。ああ、すごい変化。打たせたら怖いですね。サーブがすごいですね。サーブすごいです。サーブすごいわ。なかなかソフトテニスやってるとあのサーブなかなかない。はい。頑張って返します。早いけどうまく返しますね。ナイスリターン。コートにね入れないと。攻めますね。いいサーブくる。サーブの確率いいですね。でもね、結構入ってきますね。ああ、サーブがいい。はい。今の曲がってる？曲がってます。曲がってるね。ああ、すごい。ハイレベル。デュース。あんな感じで返すの先輩です。なるほど。すごいサーブが。すごい。セカンドですごいですね。すごいです。いやー、ダブルホールドしてくれないから。セカンドであんなサーブ打つ人いるんですか？まあ、時たまいます。時たまいるんだ。へえ。おお。サーブ。はい。すごいな。なんとか一本リードしたいですね。そうですね。リードしたいですね。ああ、ナイスサーブ。おお。すごいですね、戸田さん。すごいですね。さすが普段ね、全日本の工藤コーチと練習してるだけありますね。練習の成果が出てる。今返したんだけどな。今返したんです。すごいですね。いや、きついですね。これ最終ゲームですか？最終ゲームです。まあね、サーブだから、ちょっと安心してる部分、自分もいるんですけど。お願いします。すごいサーブ。よく返してきたな。慣れてきてる。待つよ。うまいっすね。同じとこ打っちゃってるんでね、コース変えないとダメです。ちょっと大きいポイントですね。それはマッチです。マッチですね。ポイント。おお、入ってきた。すごい。ポテンシャルがすごいですね。決まったかと思いましたけどね。ありがとうございました。結果としては2対1、はい、私勝ちましたけど接戦です。結構ヒヤヒヤして杉田コーチのサーブほとんど返せなかったんですよね。なのでそこをね、やっぱりこうそこを返せるようにちょっと僕もね頑張っていかないかなといけないかなと思いました。杉田コーチ何かありますか？そうですね。やっぱ野村コーチのボールやっぱ変化やっぱりすごくて、まあ普段こう工藤コーチと僕練習してるんですけど。変化量が気にならないぐらいなんで、その対応そうで精一杯だったんで、ちょっと変化のあるボールも結構お気に入りしすぎて、結構ミスをしてしまったので、まあ、その反省を糧に、またちょっと工藤のコーチに特訓積んでもらって、リベンジ勝ちます。今度はパーフェクトでね、2-0 で勝てるように、僕もちょっと、ね、負けないように切磋琢磨していきたいと思います。今日はありがとうございました。